皆さんこんにちは、魚の子は魚です。ということで続きからやっていきたいと思います。あーすごい、あ、右下のあれかわいい初めてこの画面から始めてる。ここまでやったっけ自分。そう、ちゃんと4人いて、ウニ4匹いて、なんとかスクール、ポケモンスクール、なんとかスクールに行ってください。ここですね、トレーナーズスクール、トレーナー第一歩ということで、今日の続きはまずここのトレーナースクールに行くということから始めますなんかね、難しいんだよね、ポケモン。どこに行けばいいの？待って待って、お、さかなクン、お前も勉強か？俺なんか黒板に書いてることバッチリ覚えたぜ。自分の大切なポケモンを傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。そうだよ。で、さかなクン何しに来たんだよ。え、出すものがある？そう、あなたお母さんに行ってきますって言ってなかったでしょ。ダメだよダメだよ、ちゃんと言わなきゃ心配するでしょ。なんだこれ、やった、タウンマップで2つも入ってる。え、お母さん、まさかありがとう、お母さん、純のまま優しいからな。本当にそんなお母さん大切にしなきゃダメよ。あなた、タウンマップで見る限り次は黒金シティカタカナが難しい。あそこにはポケモンジムもあるし、捕まえたばかりのポケモン育てにぴったりだぜって。なるほどね、ポケモンジムか。にゃるにゃる。ということで俺の最強トレーナーの道が始まるのであった。じゃあな、頑張って。これ先生なの？あなたはトレーナーになりたてでしょって。ここでわからないことを調べていくといいわよ。ポケモントレーナーのことノートにまとめてみたんだって。そのノート今左にパーンと置いてるけど大丈夫？いろいろ書いたノートが書いてある。モンスターボールで捕まえたポケモンは同時に6匹持ち歩ける。そうして捕まえたポケモンを育てて戦わせる人をポケモントレーナーと呼ぶ。トレーナーの目的目標は各地のポケモンジムにいる強いトレーナーに勝つこと。なるほどね、ジムバッジをもらうみたいな感じですね。ポケモンでね、持たせてあげた道具を自分で使うんだよ。でも傷薬とか毒消しとか人の作ったんだ道具は使わない、使い方が分かんない。それ以外は使い方が分かるってことなの？すごいね、そういうことだったんだ。へえ。今日はポケモンのタイプの勉強をしたよ。草は炎に弱くて、炎は水に弱くて、水は草に弱い。合ってるかなって。私もまだあやふやなんですよねなんじゃなんじゃ。まずは実践で勉強、ポケモン勝負してもいい？って。いいよ、かかってこい。皆さんが相手や。あ、ケイシーもいるのね。ケイシー、私なんかめっちゃ、なんだっけ、夢特性じゃないよ、ないのかな、夢特性じゃない気がする。なんかあのケイシーのなんか特性で、なんか待って結構死ぬマミ死ぬ。なんかなんて言うんだろう、その個体によってなんか能力っていうかなんか変わるんですけど、そのケイシーのトレースっていうのを昔サン&ムーンでよくやってました。なんかそのこのケイシーの自分の性格と同じ性格のやつが出やすくなるみたいな。やってなかったっけ？あ、違ったらごめんなさい違う気がする。 あそうなるんだ。そう、ゴリ押しって強いよゴリ押しって言葉を覚えなさい。世の中ゴリ押しでどうにかなるわ。多分右の子もあれでしょ、ポケモンバトルでしょっていうような気がするから、私は回復させる。
タンタンタカタン。ありがとうございます。ちゃんとお辞儀してくれるのすごいですよね。操作が難しい。私まだポケモン楽しなったばかり、今こと戦えるかわからないけど出して勝負してよって。いいぞ。あのなんかバッグについてるポケモンのなんかキーホルダーっていうのあれかわいい。私もああいうの欲しい。あれのアクアボールのやつ欲しい。またケイシーチャージビーム苦手ないよ。なんでチャージビーム好きじゃないよ。ゴリ押しって言葉があるから、この幼き子の子たちそれを話させないといけない。世の中には耐えてゴリ押しをするっていうことがあるから。ケイシーって近くにいるんかな。お、いいですね。甘える覚えた。あ、かわいい。めっちゃ甘えられたい。翼で打つ。手羽先も覚えたのか。いいぞ手羽先。あったんだけど鬼滅戦感動したわって。わざマシン、これわざマシンくれるの。わざマシン銃を手に入れた。奮い立てる、奮い立てる。なくなっちゃうの？じゃあ取っとくね。取っとく。なくなっちゃうの嫌だから取っとく。すいません、たびたびお願いいたします。私その何原作をやってないからわからないんですけど、こういう音楽、街の音楽とかって全部同じなんですかね。効果音とかほら、なんか変わるじゃないですか。やっぱりなんていうの、アローラからあとケンタテとかいろいろ多分変わると思うんですけど、これ全部同じなのかな。おや、あなたはトレーナーなのにポケッチを持っていない。ポケモンウォッチ縮めてポケッチ、この前行ったところだ。スニソン珍しいね、おじさんね、ポケッチ作ってるんだよ。それでポケッチのキャンペーンしてるよ。コドブキシティにいる3人のピエロを探し出してね。そうすれば君にはポケッチをプレゼントします。ピエロそこにいたの、さっき見えた。はい、ポケッチキャンペーンでーす。では早速クイズ。ポケモンはポケモンを倒すことで経験値を得て強くなる。はい、ピンポン、正解です。ポケモンは他のポケモンを倒すことで強くなります。中には強くなるとき進化といって姿形をまるっきり変えることもありますって。ではこのポケッチの引き換え券をどうぞ。なるほど、3枚の引き換え券を合わせるといいみたいなやつ。この子昨日見た子だ。この人も昨日見た。ここにピエールいたのは知ってる。はい、出せることできる、できるでさっき出た子がいる。なんかなんていうの、その使い方を知ってるから。でも人間が作ったものはできないって、その設定を初めて知ったんですよね。それそういうことなの、なんか それとも子供がそういう風に思ってるってやつなのかな。でもそういう設定だったらみんなポケモンたちが一生懸命ここのこのタイミングで使うべきなんだって言って、なんか食べ残しとか食べてくれてたら可愛いですよね。はい、ポケチキャンペーンです。では早速クイズを。ばポケモンだけではなくポケモンの技にもタイプがある。ある。ピンポン、正解です。ポケモンのタイプと技のタイプが同じだと威力が高まるの。あ、そうなんだ。ではこのポケッチの引き換え券をどうぞ。そうなの、なんか同じだと思ってた。全部集めたよ。どこ行った、風
で両手はポケッチを使って1、2、3枚、お見事だねって。では引き換え券をもらって、あなたにはポケモンウォッチ、初めてポケッチをどうぞ。ありがとうございます。ポケッチのアプリを追加するとできることが増えていくよ。 R ボタンを押してポケッチを使ってみてくださいねって。 R ボタン、ポケッチ、 R ボタンで起動してタッチで操作。タッチ、あーそうなんだ。 R ボタン長押しでしまえるよ。ん？ R？ ここ、お、ピカチュウがついてる、かわいい。あ、時間の設定は気にしないでくださいね。私多分やってる時間と自分が生きてる時間とここの時間絶対的に違うんで気にしないでください。これ難しい、どういうこと？パチ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 、ピカチュウ押したら変わる？変わんないの。おお、なに電卓だ。これなに、あ、かわいい。時間見てもしょうがないからこの子たち見ましょうか。え、これ右上にずっといるの？この子もしかしてこのポケッチ。あ、やっぱ消える、よかった。ここまだ行ってなかった気がする。ちょっと手持ちに欲しいです。ピカチュウ、ピカチュウ、ピカピーって。あら、かわいいポケモンね。これ先生の爪を持たせてあげるといいかも。もらった、ありがとう。あ、操作難しい。お、操作がすごい、トゥルンって滑っちゃう。おほほ、私のポケッチいいでしょう。やはりトレーナーならポケッチを持ってないとねって。おばあさんもポケモントレーナーなのですね。そういうことですよね。フレンディーショップでヒールボール買った？買いました。捕まえたポケモンの HP が満タンになる。あ、そうなの？満タンにもさせてくれるんだ。ちょっとじゃないんだ。なるほどね。いや、しくうか。かわいいポケモンが出迎えてくれるんじゃない？なんていうか、ポケモンが技を出すのが好きなんだ。で、強くなって新しい技をポケモンが覚えるだろう。そうするとまた技を出すのが楽しくなっちゃうんだよ。いいですね。なんか、CM っていうんですかね。このダイパの、なんか、なんていうの？ PR 映像を見たんですけど、その時に、なんか、ボールにシールが貼れるらしくて、なんか出す時の演出が変えられるらしいんですよね。それちょっとすごく気になってます。これどうやって手に入れられるの？やばい、タイプ相性が分かってない。回復巻き直してもらった。お魚釣りもしたい。お、目が合いましたね。なんかお父さんにもらったポケモンみたいなこと言ってた。お、2匹持ってんね。何持ってるんじゃい？コイキング。いや、お父さんからコイキングもらったんかい？水かけてあげよう。水タイプに水をやるとイマイチなの？初めて知ったんだけど、そうなの？お前、剣竹で何やってるんだよって感じなんですけどね。入れ替える。ちょっとコンちゃん出したいの。ちょっとね、推しがね、2匹いるから。テキテキテキテン、下げていく。このケツ可愛いですよね。ポケモンのケツっていい。電気ショック。ちょっとね、うちのコンちゃん遅いからね、しょうがない。いいよ、ナス。
まだあの何出現ポケモン、この道路にこのポケモンが出ますよってやつまだ私見てないんですよね。まあ、ちょっとあのこれが終わったら見ようかなと思ってるんですけど、何が出るんだろうね。ここだ、バルタムケンチ、これは何があるの。あ、この男の子違うんだ。待ってね、男の子とお話しかける、お話しかけるってない、洞窟に上がって先に進めないよ。ポケッチの技、技、秘伝技、怖せるかもしれないけど、秘伝技って何、何それ。あ、すごいぼやけてる周りが、かわいい。毒消しもらった。どうだ、秘伝技、まだわからない。ここじゃ、何ていうの、今はこの時ではないみたいな感じなのかな。なんじゃ、あ、ポンちゃん、あ、もう一発よ一発で倒しちゃってるよ。タタタンタンタタタタタタタンタタタンタン、でも道があったよね。違う、道見えてマフラー似合う君、さっき通った少年すごかったね、早すぎて声をかけることすらできなかったよ。そんなに、あ、あ、少年よ、おい魚子、ちょっとは強くなったか、お礼聞くなよ、強くなんて決まってるだろ、さあポケモン勝負だぜ、やろうじゃないか。お2匹も持ってるね。好きなのマフラーの巻き方かっこいい。マメちゃん行くぞ、水をかけてやる一発待って、かわいそうになるポケモンの相性を見ましょう。草に電気って強かったっけ、わからない。でも草に飛行が強いっていうのは知ってる。ピーナッツって何なの、あ、ノーマルなんだ。あ、待って、あ、間違えた間違えた、間違えた、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ポケモンちょっと変えて、手羽先、すまない、手羽先、ちょっと一回軽くダメージ受けて耐えて、一瞬手羽先強い子、耐えて、翼で撃つ、腹に来たの、おお、こんな感じなんだ、へえ。手面すぎてきた、ちょっとピンチかもな。なんかちょこ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 なんか喋るのって剣盾から増えましたよね試合中っていうのオッケー、みんな頑張った、ピーナッツ全然出してあげてない、出さなきゃ、すごい悔しがり方かわいい何だってんだよ、好きだね、何だってんだよ俺負けちまったよ、ありがとうございます。でも確か発売されたのって何日、19か、そうです、18日だからかなと思っちゃったんですうわ負けたのかよ、だけど俺が負けるのはこれが最後だからな、なんだって俺は世界一番強いポケモントレーナーになるからな、そうしてくれ、よし、まずは黒金のポケモンジムに挑戦だよ、期待してわかるぜ、黒金シティポケモンジムあるんでしょうか、頑張んなきゃ、私も何がいるの、あ、ピーナッツピーナッツ、ちょっとなんか着
着々とレベルを上げてきてるけど、一個が効かなくならないかな、大丈夫かな。これなんだ、ここの声、あ、なるほどね、モンスターボールを見つけたって、ありがとうございます。さあ少年バトル中じゃないか。でもね、なんかまだこういう道端のバトルならまだいいんですよなんかね、自分の知り合いととか友達でやるって言うと、みんなそのポケモンバトル結構なんかちゃんと構成とか技の云々とか、なんていうの、性格云々とかをちゃんと考える、まあ普通の皆さん考えると思うんですけど難しくて、私それすごくだからあんまり好きじゃないかわいいねって言ってるぐらいがいいんですよね余裕よ。ちょっとピーナッツ次出ようか、ズバッと。このズバッとの最終進化の方がかわいいですよね。なんか仲良くならないと進化してくれる。でもズバッとの色合いめっちゃ好きなんですよね、かわいい。体当たりしとこ、頑張れピーナッツ。ピーナッツケツかわいいな流血全然見てなくて、まだ頑張って、ナイスナイス。ピーナッツ全然試合に出てなかったからね、頑張ろうね。このお姉ちゃんは違うんだ。あなた知ってる？ポケモンが戦うとき最初に取り出すのってリストの先頭にいるポケモンなのよ。分かっております、ありがとうございます。なんかさ全部同じなんかね、なんかなんて言うんだろう、剣立てとかってちょっとでもなんかなんていうの、なんか変わる、道が変わると結構出てきてくれるポケモンが変わったんですよ。同じなのかね、だいたいここら辺がこのシティの周りのポケモン同じですよみたいな感じだから。岩タイプそうだけどノーマルなんだね。すごい敵岩タイプとかだと思ってたさあやるじゃないか。なんかあ、今回の子1匹だ、うん、1匹。みんななんか2匹ポケモン持ってるから、あ、出た、初めて見たやつ、子供帽子。なんかあれみたい、なんだっけ、アーモンドみたい。絶対私捕まえたらこの子アーモンドって感じする。虫タイプなんだね君。すごい、なんかもう卵型のゲームに出てきそうな感じの子だよでもちょうどポケモンと同じ時期ぐらいに出ましたよね、卵型のボール、ボールじゃない、なんかゲーム。ポケモンは技を出すと元気になるものと PP、 つまりパワーポイントを持っています。ポケモンセンターに行きましょうって。初め私 PP、 なんか PP の回復するなんていうのアイテムあるじゃないですか、あれ私分かんなくて最初これなんだろうと思って。目が合った目が合うのが意外と大変難しい。お姉さん3匹持ってる。いいよ、あ、かわいい。一発だよ。
ミー、え、スモミーもいるの？ちょ、手羽先頑張ろうか。スモミー合ってる？スモミー、かわいい。あ、でもスモミーいるの？なんかさっき言ってた気がする自分覚えて、ちょっと前の自分、私すぐ忘れちゃうんですよね、ちょっと前のこと。いたわいたわ、なんか言ってたわ、主人公の周りの家にいるみたいなこと言ってたわ言ってた言ってた、転がる覚え。ムックル、ムックル、ムックルって何？ここの子名前なんだっけ、この子の名前ってムクバード？違う、ムクル？あれえ、やばい、もうそのニックネームで覚えてる自分のやつ。あ、同じ、よかったよかったやばい、ポケモンの名前を覚えることがすごく難しい。あの最初ポケモン本当にアローラやった時、サムやった時は分かんなくて、ポケモン全然、だからそう簡単に言うとピカチュウの親、ピカチュウの子供みたいな感じで、ピチュウのこととか覚えてて、とかなんかなんて言うんだろう、足まりのお兄ちゃんだよねみたいなみたいなことずっと言ってました、ね、勝負しようじゃないか、レベルを上げたいのじゃ。ワンリキもいるんですね。あ、さっきちょっとなんかこのポッチャマがなんかワワワワってなんか左側によろけたけど、結構ランダムなんだね。なんか出てきた方とか何通りかあるのかな。やばい、ずっとあの技をやってるからそうすると技マシン、技マシンじゃない、技の PP が減ってきてる。だんだん、まあ、10以上になってきてるね。ちょっとピーナッツがまだまだだけど、虫が出してないせいだな。さっさっさっさ、やっていこう。お、2匹を持ってる。ムックル、この子がムックルっていうのは絶対忘れそうなんだよね、いつも覚えなきゃ。どうして右になっちゃうの？オッケー。ころが、これ岩タイプの前なの？頑張れ。そうでもない。同じ技出すんだ、全然何も関係ないみたいな。技説明、ボタン内で転がり続けてきました。技が出たり威力が上がる、なるほどね、頑張れ。いつもなんか負ける時のこれ可愛いですよねいじめたくなっちゃう。虫除けスプレー、ここもあるんだね、虫除けスプレー。このちょっとしたところでなんか出てこない、なんか自分が持ってないポケモン出てこないね出てこないね。
な進化するんだっけ。まあいっか気にしてたってしょうがない。マップ、これ拡大ってどうすんの。あ、右下に書いてある。位置情報、違う、現在地は分かる。拡大をしたいんだ。拡大はできないんだね。分かった。こっち、なんか今洞窟があったんですよ。その洞窟行ってすぐそのなんとかシティに行けるのか微妙くて、なんかポッチャマのあれがないから、PP が。そのポケチ。でもお前さ、まだひよこ取れないだろ。そうなんです、ひよこなんです。だからポケモン愛するものが増えたことは嬉しいことだ。なので、このわざましいお前さんにあげよう。98番もらいましたね。ありがとうございます。中には、いわくだけの技が入っている。ちなみに、わざましいを使うと、直ちにポケモンに技を覚えすることができるが、一度使ってなくなってしまう。使いどころよく考えるんだな。そして、ひよことりなのお前さんに、ポケッチの新たな機能を追加してやったぞ。ポケッチアプリ、秘伝技。ほうほう。ポケッチの秘伝技から、いわくだけを使えば、道なる邪魔な岩を取り除くことができる。だが、黒金の自由バッジを持ってないトレーナーではダメだ。そうなんだ。なるほどね。そういうトレーナーのバッジを持つと、なんか使える、なんか、この、なんか、腕時計で使えるやつがあるよ、みたいな。ジオバッジを獲得して初めて使えるんだ。皆さんこれから成長楽しみにしているぞ。ありがとうございます。ポケッチのアプリに入ってるよって。そう言ってわざわざそのポケモンたちに技を覚えさせなくていいってことなんかな。